ムコーズグランドスラム杯よろしくお願いします。はい、今回ですね、ムコーズと、第三野球部に分かれて、ムコーズ、分裂してます。で、まさかの大会1回戦でムコーズとムコーズ第三野球部が当たるということで、こんな確率16分の1確率の問題ね。16チームあって2チーム当たるから確率の問題ね。そうで、今回このムコーズ側がこのチームでやってます。はい、石井くん、あ、じゃあだから投手番号いっていく。1、はい、1? ちょっとさ、3の倍数だけさ、あのバカになるの知ってる。これやってるんですね。1です。使わないから。2、7です。いいよ、2周目いいよ、いいよ。4、飯塚です。5です。6、普通すぎやろ。8です。やらないよ、やらない、やらない、もうやんないよ。やんない、決めてるよ。やんない。11です。ジャーニー。どう、終わった。で、13人目がヒロトね、カメラマンヒロトで、14人目がハラッシュで、あとジンちゃんと、ゆずみつパパと、寺本ゆうまくんがいます。この17名で、ね、今回戦っていくんで、昨年ですね、東大に負けてからちょうど1年です。この大会2勝を目指して頑張っていきましょう。はい。で、ハラッシュが久しぶりにちょっと先発してくれる。先週試合の感じはすごい良かったですけど、ね、そうよし、じゃあそんな1回戦、ちょっとね、お互い手の内は知り尽くしてると思うんですけど、相手が秘密兵器っていうピッチャーがいて、身長188センチの、はい、サウスポーが投げてくるん でちょっと肩痛めてるらしいよ。球速は多分120ちょいぐらいらしいから、で今日ちょっと総力戦で頑張るんで、でキャプテンが、ユートいきます。キャプテンユート大会初参戦から、石丸とユートは 初なんで、ちょっとリーダーシップ発揮してもらって、はいはい、でベンチメンバーもね、ちょっと一応全員出場を終えてなんで、はい、頑張っていきます。まあ、大田いきます。1番センター上、ホームラン3本打ちます。2番がファーストで向こう行きます。2番ファーストお願いします。3番にピッチャー原修です、お願いします。5番にショートで石井君、4番ショートで石井君、5番がセカンド1名さん、セカンド1名さん、5番誰かの玉突きでポイント。6番にサードで奈々ちゃん入ります。お願いします。かわいい。7番が愛と星野くんあります。やれんの、やります、頑張ります。8番にキャプチャーで飯塚くん、やれんの。9番にレフトでゆっこちゃん入ります。やれんの、やれんの、頼む。かわいいから OK。 ベンチメンバーが、ゆうとキャプテン、デブ丸、まさきちゃんと、かすみちゃんです。多分ね、途中からちょっとゆこちゃんのコーデで入る、外野入るかもしれない。ヒロトはピッチャーか、外野、多分どこでもちょっと入ってもらうから。じゃあ、キャプテン、ちょっと一言お願いします。はい、敵が誰であろうと関係ないです、勝つだけ。そうやな、優勝目指しましょう。よし。なんか緊張してないですか。ちょ、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 ワンジュー来た。長いイニング投げるように頑張ります。で、一応キャプテン、一応ちょっと系統なんだけど、シュー君が本当にダメやったら石井君か植木で、ヒロト最後。でも緩いそう、ヒロもいない、今日緩いのよ、いない行けるよ。さすがに今日仕上げてきたよ。いや、すごいのにしてきた。トレーニング、よしよし、頼むよ。はい、行きますよ。皆さん、今日は俺に仕上がってくれれば勝てます。おいでー、行きますよ、戦うぞ。シューむこーず。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ちょっといろいろあってなんか人数ちょっと減ってますけど、これからちゃんと来るんで、萌えちゃんがちょっと貧血気味 でマリンちゃんが左目つきので、ちぐちくるな。一里はどうした。人数勝負でしょ。時間間違えた。今日は秘密兵器そこにいます。利益全然ないと思うんで、頑張ってください。これ煽ってる。ご紹介しますか、みんなそこに知らない人。おーい、今日兵庫県だよ。一生懸命頑張るんだよ。お願いします。じゃあね、あれ映した方がいいよ。何してんの。さよお前、荷物少な。よしきさん、バチバチだ。さよお前、何やってんの。よしきさん、モーニングなんじゃないですか。待ったらいいずっと。みんな今日キャッチャーで出ます。中井です。
ギリ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 、あ、大丈夫持ってきて。とこ兄さん、あの動画よく見てます、僕。はい、小島凛です、よろしくお願いします。青木萌です、よろしくお願いします。お短い、笠原健太です、よろしくお願いします。今日キャプテンです。キャプテンです、お願いします。キャプテン頑張れ。桜子です、久しぶりです。監督の村沢です。いや、初めましてじゃないだろ。藤井です。どうも、全力 TV チャイマーズショック。いやいやいや、向こうずの GM です。元です、元です。リポンです。今日はトコニーが逆方向にホームラン打ってくれるってことなんで、頑張ってください。奇跡の青手の、せーの、やります。ありがとうございます。やっぱキャプテンからオーダー発表しよう。すごい、覚えてる。球場風に言って、よし。アグリス城吹く。1番セカンド萌ちゃん、2番レフトマリンちゃん、貧血と花粉症コンビ、3番そこにどこ、4番センター優作スポーツ、よいしょ。5番武さんサード、よっしゃ、頑張ります。6番ショート平山さん、よいしょ。7番ファーストグッチ、8番がキャッチャー吉木さん、頑張ります。はい、頑張ろう。9番9番でレフト岡ライトで僕です、お願いします。はい、頑張って、みんなでやっていきましょう。はい、一言一言とエンジン、はい、失敗失敗、虫がたかってる、全力でいきましょう。全力出せば全力でいけると思うんで、絶対勝つぞ。はい、無構図エッチエッチエッチ、はい、任せて。ダッシュ5、6、エッチ、やめてよ、こっち打たないでよ。あ、こっち打ちそうで怖いんだけど。初ユニフォーム、初帽子、あ、打ちますか。今日の心境は、今日の心境、先発じゃないですか。先発だね、大会ね。見たことない。まあでも前回ね、青鬼戦だって良かったから、まああの感じで投げ出れば、一回だからさ、向こうず第3球といえちゃんと投げたいよ。緊張はしてなさそうっすね。全然しないで、緊張なんて。さすがっすね、先発で。肘の心配だけ、 1、2回抑えてちゃんと次に。 1、2回2回か、半島ですよ。半島ですか、さすが。そこまで行きます。さすが。90分でバカ早いけど、自分のテンポで投げます。あんまりこう早く早く投げようと思ってボールになるよりはさ、自分のテンポでストライクでいった方がいいじゃん。はい、だからなんかその意識で投げればいいかなと。まあちょっと頑張ります。ちょっと怪我ないようにお願いします。じゃあ優作さん、早く始まっちゃうから。あ、僕本当にめっちゃ今日勝つ気でいるんで、本当に絶対勝ちに行きましょう。よっしゃ、よし、絶対勝つぞ。よっしゃ、圧倒的な力にして頑張りましょう。で、初回ちょっと大事だから、植木、僕も腹でちょっとね、なんとか繋ぐんで、ここを3人切られたらちょっと俺よってなっちゃうんで、ちょっとあの流れ作るんで、4番は負けない。4番してくれからね。もう負けなんで。よし、じゃあ、左ピッチャーからちょっと嫉妬してる。投球練習しっかり見て、状態見て。で、全員ランになれたら、全員ダッシュで、OK。全員盗塁な。よっしゃ、介護、介護。出たかった、イエーイ。最後は。じゃあ、皆さんこんにちは。野球YouTuberのボコです。ゆうとです。よろしくお願いします。お願いします。バーバーバー。はい、というわけで、ゆうと。はい。ついに来ましたね、この日が。向こうず VS 向こうず第三野球部が、ちょっと待ってください、はい、何でモザイクかかってるんですかこれ。あ、これですね、ちょっとあの後ろに映り込んではいけないものが映り込んで、何連れてきたんだよ。まあ、そこはちょっとね、あのおいおいなんですけど、いろいろね、はい、あの事情がね、まさかのですね、この大会グランドスラム杯ですね、はいはいはい、まあ、向こうずとしては、今季最後の大会ですね。そうですね、はい、で向こうずと、向こうず第三野球部というチームの位置づけは、はいはいはい、まあ、普段ね、あのちょっと出番が、がっつり少ないメンバーで、はいはいはい、構成されたチームで下克上として挑もうということなんですけども、決勝戦で当たったらいいなとか話してたんですけど、ね、はい、まさかの初戦で確率の問題です。そうそう、だいぶいい確率引いたけどね。すごいな、はい、さあその中で向こうずのね、このあのスタメン、はい、あの成績がっつり出ちゃってるんでね、これどんな試合になるかっていうか、とんでもない試合になったからね。本当ですよ、はい、ここはちょっとね、皆さん最後までじっくりご覧ください。本当にね、この試合、相手チームに、はい、この現役のね、広島カープの、徳田選手のね、あのお兄ちゃん
トコニーが兄弟揃って左投げなんだね。そうだよ。しかもあのめちゃくちゃオーバースローでえぐい、そう角度がね凄まじかった。さあそんな先頭植木がほらこれボールのね上を振ってるんよ。なんかみんな珍しいような空振り多かったね。だからちょっとね このピッチャートコニーにも注目してください。いやもうやめてやん。さあそんな中先頭バッターの植木がなんと三振で倒れると珍しい。そして、リバーバッターに向こうが入ります。さあ来ましたね。ちょっと一本え植木がねあの三振したからちょっと俺動揺してたよ若干。でトコニーにこうよろしくって言って、まあ、トコニーとは面識なかったんだけど、あの、ね、はいはいはい、ネットでは繋がってたから聞いたことはね。そう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 、あるよねって感じでしたね。そうでそれで、2番バッターの向こう初球から来たかったんだけども、まあ、ちょっとね一球様子見、はいはい、どんなピッチャーなのかっていうね。そう、いや凄まじい角度でこれ見といて。この2球目はい、うん、そして3球目とヨスケさんの肩もげるんじゃないかと思ったよ。でヨスケのねキャッチング、下から上のキャッチングがちょっと生きる感じにあのなってる球の角度なんだね。下から上っていう、ギューンってまっすぐ落ちないでくるからね。これ植木とさ、あの俺見ても分かるようにちょっとボールの上っ面叩いてるよ。ほら本当だ。でサードゴロ、ここスポーツマンが相手チームにまさかのいるという。さあそしてファーストはグッチ。いやちょっとねミーティングで、はいはいはい、先頭バッターあの初回めっちゃ大事だからっていう話はしてたよ。 1,2,3 でね、そうこの植木さん、周さん、植木さん、向こうさん、周さんでね、そう流れ作ってこうって話をね。そう、そしたらまさかの1,2番本当に倒れるっていう。まさきさん踊ってるよ。いいね、ノリノリだね。この時まではノリノリだったよ。本当ですよ。さあそして3番バッターには原修君が入ります。ご覧の成績。さあちょっとねここ2アウトから、ほら珍しい周さんも叩きつけ、あのね、だからボールの下っ面を一回も振ってないよ全員。あなんか全部上、全部上こすってる感じ、ね、ってそうそうそう、まあ、そんだけ上から投げ下ろすボールにまだちょっと対応できてない感じ。さあそしてなんと、元プロじゃなくて現役プロのお兄ちゃんが投げたと思えば、向こうズの先発なんとね元プロですよ。まあ、満を持して原修が、公式戦本当に初登板って言ってましたねさっき。そうてかあのプロ野球時代含めたら多分 2,3 年ぶりのね、公式先発あのもう抜擢したんで背番号ちっちゃ。ここは本当はねこの大会はもうシュウ君と心中するつもりのねあの感じでいたんですけども、そのぐらい信頼関係で、ね、はい皆さんあの第3野球部、村球監督がねいやらしい打線を組んできたんですよ。さあ1番バッターは青木萌ちゃん、ファイト。あそして2球目ここもボールと相当投げづらそうでしたね。ピッチャー下げるよ。こう見たら、いや、スリーボール。こう見たらさ、あの飯塚くんの座高と変わらんくない。ね、飯塚さん座って送球するときぐらい。はい、ここはちょっと落ち着いてストライク取って。さあ、ここからストライクを取っていきたい。修正してくるかと思ったんだけども、なんと作戦が先頭バッターでね、あの本当にフォアボール。これ村上の作戦なんですかね。いや、あのね、そしてリバーバッター見てください。マリンちゃんや。あの身長もほぼ140センチぐらいから。145くらいかな、マリンちゃん。マリンちゃんもフォアボール。あのこれ本当に作戦です。もうこれね、いやもう村球。この大会が始まる前から言ってたからね。さあそんなホームランバッターのトコニーは、ここは多分ねサインじゃないな。もうあの自分のサインで、動いて、これセーフティーバント。さあ4番はさあ優作スポーツですね。スポーツですよ。さあちょっとね初回、3人で終わってるんで嫌な流れだったんだけども、ここはねなんとかシュウ君に力技で行ってほしいところだったんだけども、なんとデッドボールあってワンアウト取って落ち着いてくれるかなと思ったんですけど、はい、ワンアウト満塁になるというね。そしてここで迎えるのが向こうズを、まあ、裏切ったって言い方違うあの向こうズ第3野球部で自ら志願して、そう、向こうズぶっ倒しましょうよっつって、そんなスポーツマンがこのセンターライナーを放ち、はい、これ植木がキャッチして、いやここねマジヒヤッとしたような、深いね、あのユウとベンチにいたよね、はっと思ったもん。そう、この初球をいきなりもう満振りしてくるこのスポーツマンの息の良さ。さあそして仕事人の平谷さんがいる怖さなんですよ、はい、ここに。第三野球部って言っても本当に向こうずでも戦えるよう な、うん、なんかメンバーが揃ったらって、ちょっとねあの守備守ってて嫌な感じしてた。さあ石丸もね見届けてますよ、腹でかいね。さあそんな中3球目、さあこれはお得意の右方向、完璧だなこれ、渋ライトの前に弾き返して、おえちゃんと、まあ、おえちゃん帰ってきて2点。平野さんのねこのねワニクラッシャーの逆方向もうお得意よね、もうお家芸ですよ。しかもちょっとこの高めに浮いたボールだから、わあそうだな、まあど真ん中だな、うまくかぶせて、まあ、シュートとしてもちょっとフォアボール出したくなかったから、ここはまあ
まあ、腕を振ってるんだけど、あの置きに行っちゃった球っていうね、メンタル的なあれですよね。 そして6番バッターのヨスケにデッドボールを当てると、ちょっとこの辺からもうめちゃくちゃ雲行き怪しいよね。確かに。いきなりあの元プロの上周君が、やっぱ元プロでも久しぶりのこのなんか独特の緊張感というか、もうね、岩島、いやこれ笠剣、笠剣か、めっちゃ吉村に見えた。そしてこれもワイルドピッチで4点。ちょっとね、あの俺やったかなと思ってたよ、ね、ちょっとだいぶね、なんとか抑えていきたいところなんですけど、もうここでね流れがね、ちょっともう一人だけ投げさせてくれって、あのシュウ君が、あ、いや後半だわ、いやーここで4点取られて、なんと、0回3分の2で、はい、あのシュウ君が降りると、ちょっとね、あの本当に俺もファーストでもうそわそわしまくってて、これ采配で、さあここで石井さんがマウンドに、まあでもね、あの初回やからもうなんとかね、あのしてくれるしかないという、あの石井君に託しました。救世主になれるか。おっとこれはまあ緊急登板だったけんだけど、そうですね、ワイルドピッチで5点目。いやこれでなんかサインミスやったっぽいよね。そうなんだ、はい、珍しいね。でまあちょっとやっぱ浮き足だったよね。確かに結構流れがもうね完全に第3側に行っちゃってるからね。てかあとはもう俺たちって絶対に負けちゃいけないチームやから、いや本当にね、なんか第3野球部にいきなり初回から圧倒されたっていうね、 V9 の巨人みたいなこと言って、そう本当にこうなんか気を抜けないなって、あのこの回でもう引き締まったよ。ちょっと、5点やろ、まだいけないやろ、まだ全然いけるべ。マジで十中通りいったその通りにいったね。スポーツ部まで耐えたけどな、十中通りやった。今、全部まっすぐできてるから、あと通信っぽいのがある。通信がやっぱ落ちてる。基本的に、うちのチーム、レフト変わったからアウトコース関係ねえから。で、俺らがちょっとあの、なんだっけ、レフトが狭すぎてちょっとホームランになっちゃったから、あの、センター返しで繋いでいこう。じゃあ、シュークが頼む。シュークが本当に試合ぶっ壊してください。逆転しましょう。まあとはいえね、まだ初回なんで言うところ。そうですよ。はい、とこの時は思ってたんですよ。でもこの大会のルール的にも時間が短くて。そう、90分制なんですよね。だから本当に先制点がどれだけ大事かっていうのは、もう僕らももうね、あの。だから 1,2,3 番を向こうさん。まあ熟知したんですけどね。それだけにちょっとこの5点っていうのはとりあえず1点ずつ返していきたいところですよね。しかもあの相手ピッチャーがあのトコニーで、このね守備のリズムめちゃくちゃいいよね相手。なんか本当にあのナイスキャッチ今ので、あの今ほぼサードゴロでトライ、あの終わってる全部ね。でそれをあのショートバウンドをあのグッチが取ったりとか、なんかねすごく相手にフリーズ、おっとなんか何か起きる予兆か。さあ、おっと皆さんがセーフティーバントして、これもまたサードで、これもアウトなんですよ。いい作戦だったんですけどね。あのね、5個のアウト中4つサードゴロでさばかれてるっていう。ちょっとね、これね相手にめちゃくちゃ、これヨスケの笑顔見たら分かるやろ、なんかあれ俺たちできるんじゃねみたいな。そんなね甘くはないですよ。そして保坂奈々ちゃん、3割7って書いてあるよ。チーム8人持ってる。さあしかしね、あの女の子にあのバッターに投げたことない、多分とこにめちゃくちゃ投げづらいと思うよね。この日女の子にめちゃくちゃ苦戦するからね、まあ、そこもちょっと合わせてみておいてください。鍵になりますよ女の子が。そして3ボール1ストライクから、ほらちょっとやっぱこのとこにもね、この表情なんですよ。うわ女の子投げづらいみたいな、しかも当てたらやべえしなみたいな。動画もうバッチリ撮ってるんで今センターカメラで。さあそしてここで、7番バッターかな、星野くん、左バッターの星野くんですね。ここ数日、まあ、前回あのいい当たりだったね。そうですね、結構調子上げてきて大会に合わせてきたかなって感じ、やっぱりねこの辺から、まあ、向こうずあのやっぱ結果を残さなきゃっていう立場になってきてるから、やっぱ力みも生まれるよね、まあ、そんな中初球から第3野球分もできて、初球からだいぶ触れてるから、この打席はなんかいい、おお、キャッチングうまかったな今の。これ絶対これインスタ上がりますよ。ヨスケ切り抜きで使いますよ。おい、この打球をセンターにぐんぐん伸びる打球が、なんと優作スポーツがここにセンターにいるんですよ。これやばいね。いやてか村球の采配えぐくね、チバチじゃん。さあちょっとね、あの俺も焦りから、あの攻守交代急ごうぜみたいな。珍しく走ってた攻守交代に。そうそう。でそんな中、さあ岩島が先頭、そして石井くんがまあ2イニング目か。ちょっと本当ね、あの石井くんは予想外の緊急登板になったんだけども、まあでもちょっとね、あの心の準備はもしかしたらしてたかもしれんね。
フォアボールを 2,3 個出した段階で、そうだから俺の中でもうあの平安に打たれた時点で変えてもよかったのかなっていうのが あったんだけども、もう倉庫言ってられん、もうあとはねもう取り返すしかないんで、この守備からリズム作って、丸橋和也やばいなさあそしてそこにってことは萌えちゃんとマリンちゃんはアウトになったのかな。そうですね、カット、んおい、うう自滅陣だ今。あれ丸橋がなんかちょっと打順がもう分からないまあとりあえずワンアウトで、ワンアウト一塁になりましたね今。そうそう、優作スポーツですよ、優作スポーツ。はい、いいボール。いややっぱりこのね、石井君とあの飯塚君同じチームでやってるからね、あうんの呼吸でね。そうそうそう、まあちょっと石井君はなんか不満そうな顔もしてないけど、なんか最近違うみたいなさあそんな中この高めの釣り球、なんかね、あの優作ってやっぱ一発あるからさ、確かに高め使うの躊躇しちゃうんだけど、そうやっぱそこにそこはもうね信頼関係で、バッテリーのやっぱあの優作ちょっとあの下からバットが出る傾向にあるから、逆に高めは良かったかもしれない。低めで手伸びるとこガツンといかれるより、そう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 、この配球は本当にうまいね。お、そしてこのスポーツマンもショートの原修が、まあ、修君もね落ち込むことなくこのま切り替えれてたんで、そう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 、大事大事。タイミングを出した5点、よし、まあ、とりあえずつなぎましょう、はい、戦った、はい、さあ3回表、さあそろそろねあの1点だけでも返しとこうというね展開なんですけど、さあここから下位打線ですよ、ここで飯塚くんです。さあなんとかね突破口を開いてほしいところ、青二戦めちゃくちゃいい当たり打ってたんでね、そう2本ツーベース期待できますよね、2本ツーベース打ってたから2本レフトオーバーを、さあフルカウントまで持ち込んで、いや刺されてんな、インハイかな、おお、まあ、そうトコニーがちょっと滑らせたけど、いやトコニーなんか淡々と投げてんな、なんかリズムマジで、さあしかしここで女子バッター来ましたよ、さあこれで鍵になるんじゃないですか、ゆっこちゃんね、あの打率こそ低いもののあれ出塁率は高いから ね3割ぐらいあるんだろう。さあそんなゆっこちゃんがここも3ボールまで持ち込んでから、トコニーが投げさそうに来てね、フォアボールです。さあここ鍵になりますよ、さあこっから1点でも返せるかってことですよね、うん、さあここでバッターが先頭に戻って植木2巡目、さあ植木のね2巡目はすごいですよ、ほらこうやってしっかり対応してくるもんな、今の多分緩いスローカーブみたいな感じかな、そうですね、で植木のすごいところはまあスイッチヒッターやからね、普通に右左関係なくどっちでも打てるっていう、ね、未来が明るい笑顔してるわ、そしていい笑顔してる、そして来ましたよ、はい来た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 、ここ2番最強説あるから、首位打者なんじゃない、いや違う違う全然全然、あの最多安打数、最多安打から首位打者は打率か、俺も今季66打席も立ってんだ、だいぶ立ってんだ。さあそんな中でうーはいと、ちょっとねトコニーもねあの配球変えてきてるね、確かに、さあ後ろのおっさんもねあのすごいあの昔の千葉なんか千葉ロッテ球場みたいな昔のパリーグみたいなそうそうそうその中で向こうが捉えたと思ってもねちょっとね捉えきれてないよね、まだやや上を振ってる、お起きた、お起きたぞ、はいこのキャッチングいいね、これも切り抜きですよ、もうクロスファイヤーですね。さあそしてフルカウントまで持ち込むも、いや刺されたなインコース、サードゴロ、おちょっと手玉して、手玉して、一塁はセーフ。がね、トコニーとスポーツマンがめちゃくちゃこうキーマンになってる、躍動してるね。あなんかやっぱこう、さあここで2番ハラス。下克上ってやりやすいやんか。下克上やからさ、やっぱこのなんか燃えるよね。挑戦者ってやっぱやりやすいからさ。なんかそういうのも感じながら、ここは恋愛としないじゃないですか、はい、追いかける方が追いかけられるより追いかけたいっていう、そうそうそう、さあそして石井君3枚になれば近く打ってんな、もうチームのホームラン王ですよ、ホームラン王ですね、さあそんな石井君 OPS も1位ですよ今、そう、もうダントツや51の19は圧倒的な数字、さあここで何とかしてもらいたい、さあこの緩いカーブを打って、いや平安さんうまいな、鉄壁平安、俺ねあのゴロを股抜けしたよ、ちょっとあのミスってくれるかなと思ったけど全然ダメだったね。さあそんな中3回裏もう石井さんがピッチャーで、なんかちょっとギャラリーがどんどん増えてきそうですね、で先ほどちょっと逆方向にタイムリーを放った石あの平野さんが、なんだろうなんだろう、ここは星野くんがライトフライをキャッチしてワンアウトやね、ナイスキャッチ、さあグッチ
うん、いいね。ちょっと力と力の勝負みたいになってんな。あー、ビッタビタ。もう石井くんもちょっと肩温まってきて、なんか肘をね、最近痛めてるんだけど。え、そのグッチーの当たりを、マジセンターとポテンヒットですね。この回からまさきちゃんがセカンドに。グッチーだいぶ粘ってたな今。同じチーム同士だからね。そしてヨスケ、ヨスケもこの振り切った打球がなんと、さあレフト、おい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 、サードとレフトの間に飛んでると。しかもこの部分だけどね。でもね、グッチーのこの走塁もさ、やっぱいつもと違う、なんか、ね、本当に気合を感じるよね。向こうズを絶対に食うぞっていう、なんかそのただならぬ執念をやっぱ感じるよ、ね、俺が向こうになるみたいな。そうそうそう、向こう弟から向こうになっちゃうみたいな。執念を感じますよ。坂坂健キャプテン。そして相手チームのキャプテンですね、ワニクラッシャーの坂健もね。お、さあここは一宮さん。うわ、ハイタッチ。やば。これリプレイ来るんじゃない？おい。はい。配送で。うわ、うまっ。ドンピシャ出したとこだ。いやこれうまいな。助かる。息子のユースイもね、大拍手ですよ、もう。こういうプレイでけえな、マジで。チームを救うプレイですよね、本当に。そしてここでマルチネス岩島も。またサードフライですね。なんなん、ボイト。しっかりサードフライ2つさばいて。いや、このね、大ピンチをやっぱしのいだのはでかいわ。はい、流れが。さあ、そしていや、やばい、どうなる、向こうず。あのさ、もうおい、かっこいい、かっこいい、かっこいい、喋ってる。お前、大の俺って言ってたよ、今。お前、だいぶ刺されてんじゃん。いや、これでお城だろ、俺なんで。さあ、そしてで、かすみさん、ゆうこも投げてるよ。チームは魂の走塁。ちょっとね、いろいろ起きるんですよ、本当に。向こう、チームの代表、監督、このまんまでさ、チャンネルの主、終われるわけなくねっていう思いで臨んだ結果、まあ、どうなるかというね。さあ、というわけで、5点ビハインド、はい、武甲子第三野球部に、大幅リードを許すも、さあ後半戦こっからが武甲子ですよ、まあ、巻き返すしかなくね、頼む、はい、というわけで後半戦、明日も交互期待を。ありがとうございました。ありがとうございます。